Hello everybody, my name is Trip Donson, welcome back to Dragon Ball FighterZ, or Dragon Ball FighterZ, however you want to pronounce it, whatever. In any case, we're back in the villain arc, and we're still going as Frieza and going to try and recruit people like Cell over here. That's gonna be fun. And if you catch me at the end of the video, we'll show more of the hero arc cutscenes, or special events, I guess they should say. So, in any case, let's jump right into it. Let's see, we got Captain Ginyu, so let's add him to the roster. Do we have any extra? Nope. Okay, we'll keep it as is. Let's see here. Yeah, we'll just go this way. Omatasesimashita, Frieza-sama. Ginyu Tokusentai, zeiin shugou desu. <笑>期待していますよ。ギニュー特選隊の皆さん。ありがとうございます。再び、フリーザ様のもとで働けて光栄です。この幸せを表現するために、喜びのダンスを披露してもよろしいでしょうか。ザダンスオブジョイ。それも特別にスペシャルバージョンで。うわー、喜びのダンス! やったぜ。それもスペシャルバージョンだ。いいえ、それはこの一件が終わってからにしましょう。ああ、かしこまりました。この件が片付いた暁に特選隊一同最高のダンスを披露いたします。楽しみにしていますよ。お前たち、フリーザ様にお披露目するその時まで 自主練習を欠かすなよ。任せてください。ギニュー隊長。戦いもダンスも必ずやフリーザ様にご満足いただける成果を。よし。そうと決まればまずは目の前の敵を叩きのめすぞ。ギニュー特戦隊ファイト。ああ。<笑>まった。 I actually like we got that cutscene compared to the Ginyu clone cutscene. Which you gotta wonder, is it just show Ginyu and Ginyu or the entire troop? Oh shit! There we go. Bye bye. Oh, that's nostalgic. Somebody call for Nappa! Ooh, backhand. Oh, missed. Oh! There can only be one Ginyu! I'm gonna figure out how his things work. Excellent! Alrighty, now we can go get Cell. Oh, actually we can't recruit him, we'll just kick his ass. Cause he's perfect, as you know. Frieza and Cell, the dream team. Sate, Ginyu-san mo kuwawarimashita shi, hitomazu wa junchou to shimashou ka. Frieza-sama, yoroshii no desu ka?
その地球人をお体に居座らせて。もちろんいいはずがありません。しかし力を引き出すためには必要な存在、いざという時を考えれば私の中で飼うのが妥当でしょう。あとはもう少し手駒を増やしたいところですが。貴様も蘇っているとは、面白いことになっているようだな。 So Cell knows what's going on. なんだてめえ、フリーザ様に何の用だ。私の名はセル。相手をしてほしいなら遊んでやっても構わんが。なんだと。ナッパさん、少しは落ち着きなさい。無駄吠えは負け犬の証ですよ。しかしナッパ、フリーザ様のご命令だ。部下の教育がなっていないな。フリーザ軍とはこの程度の連中か。貴様、調子に乗るな。ギニューさんも落ち着きなさい。まずは話を聞いてやろうではありませんか。チッ、命拾いしやがったな。では本題に入らせてもらおうか。私を復活させ、妙な精神を憑依させて操ろうとした奴はどこにいる。 Wait, in this arc I didn't do that yet. Huh. 妙な精神、まさか貴様も。奴が利用しようとしているのは我々だけではないということでしょうか。奴、貴様らやはり何か知っているな。そうだとしてもあなたに教える必要はありませんね。ほう。この私に頼み事をするのです。まずはその態度を改めなさい。何かと思えばくだらんことを。貴様の意思などどうでもいい。今すぐ知っていることを全て話せ。なるほど、どうやらこの方は正真正銘のおバカさんのようですね。仕方ありません。ならば身の程を教えてあげましょう。Oh, this is bound to happen. I'll see. I think this is the only kind of way that Frieza and Cell would meet. In a sense of matter, them meeting being. Oh shit! Golden Frieza! Die! Oh, that was fun. なかなかやるな。私の知る情報とはまるで違う。いや、そもそも別人ということか。Okay, I think this has to be at least after the Universe 6 arc. 感じるぞ、フリーザ。貴様の中にあるもう一つの木を。貴様、私とは違い、
生身の人間に憑依されているようだな。その口ぶり、私とあなたに違いがあるとでも？そう、私に憑依したのはおそらく機械でプログラムされた人工精神。え？そのおかげで制御するのもたやすかったがな。 Oh, so you were the test subject. 何？貴様、自力で制御したのか？当然だ。追い出すまではいかなくとも自力でねじ伏せるくらい造作もない。ほう？ No, don't get the thought. 貴様の中にいるのが誰かは知らんが、そいつのおかげで本来の力を出せる。そういうことだな。確かにこの地球人がリンクすることで私は力を出すことができています。ですが本来の力はこんなものではありませんよ。 Oh yeah, only Ginyu didn't even get to see Golden Frieza. なるほど。貴様に関する情報はどうやら古くなっているようだ。面白い。あなた、私の部下になりませんか？フリーザ様、お言葉ですか。このようなものを配下につけるなど。俺も反対です。いつ裏切るか分かったもんじゃ。心配ご無用。私は誰の配下にもならん。だが貴様たちには利用価値がありそうだ。手を組むというのなら。 This only spells good news. お互いに性で利用し合うとしましょうか。ですが利用価値がない、または少しでも逆らうようなことがあれば。よっ、my bad。 それはお互い様だ。Hey, hey, who's peeping on us? Of course it's you. Hey, 面白いことになってきたわね。Seriously, is this an alternate version? Because we erased you in the last arc. 何かあったのか？あのフリーザとセルがついに手を組んだみたい。何？あなたもそんな顔するのね。いいもの見ちゃった。でも、そんなに驚くことかしら。二人の制御ができなかった時点でこうなるのは時間の問題だったでしょ。そうだな。それよりいいのか。あの二人は脅威になるかもしれない。 I doubt it. I think they would just break apart soon. それは違うわ、16号。むしろ脅威になりうるのはリンクをしている精神の方。フリーザの力をここまで引き出すなんて、やっぱり生身の人間の精神は違うわね。なぜ人工精神でなく人間がリンクしたか、原因を知りたくて様子を見ていたけど、このまま放置しておくのは危険ね。早めに手を打ちましょう。 Okay, so she's left in the dark again. 18号、あなたのリンクテストも兼ねてフリーザとセルを倒しに行くわよ。 Wait, hang onIs this our actual 18, or is it? Ah, 構わないよ。全員まとめて叩き潰してやる。Are you a? やる気みたいね。期待しているわよ。16号は、そうね。戻ってきた時に食べるおやつを用意して。わかった。さあ、狩りを始めましょう。みっ。I'm confused. 18? What? What? Wait, did we get to play as 18 at long last? We have Cell. Alright, let's see here. What the... Ooh, 18's over there. Okay. Did we get to recruit her? No, just try and kick her ass. Ginyu's here. Alright, let's take Nappa out. Put in
actually, hang on. Let's keep Nappa in, because I think if I put... Yeah, I want to see Ginyu talk to Ginyu. Oh. It's the whole troop. Oh. Please do the poses. Those aren't updated. Oh. Stoic as fuck. それでも俺たちのクローンか。おお。お前のファイティングポーズはなくてはならない見せ場の一つ。そんな当たり前のことも教育されていないとはどういうことだ。一語ポペに一語が乗っていないくらいありえないはらしだ。いや、そもそも教育されるまでもなく自然とポーズは取るものだろう。所詮偽物は偽物。美学を理解しろというのが無理な話だったか。 Oh god. This should be a great fight. Oh, I'm gonna let Frieza take care. Oh, actually, we got people for everybody here. Goody. Learned to actually play with the analog and not the damn D-pad. There we go. Alright, Captain. Your turn. Man, how do I get the other guy though? Ah. I don't know how to get the rest of the Ginyu Force out. Bye-bye. Okay, I somehow got Raccoon and Gildo out. I still don't know the rest. Hang on, let's see who the other ones are. Nappa and... Oh. So yeah, let's just switch out Nappa with Cell. Surely。おい、セル。フリーザ様に対する貴様の態度は何だ。フリーザ様は宇宙最強のフリーザ軍の頂点に立つお方だぞ。フリーザ軍に入ってからにはフリーザ様には絶対の忠誠を誓え。
私はあくまで手を組んだだけ。忠誠など誓う必要がないな。Oh. 隊長、もういっそあいつの体を奪ってはどうです？やつとボディチェンジか。ほほう、それはなかなか面白いアイデアですね。何を企んでいるか大体想像はつく。おっ、my bad。What were we thinking, Ginyu? There's something to do with fashion, it's gotta be. 申し訳ありません。しかし、生理的に受け付けないのです。あの色味といい、黒い斑点といい、なんだかカエルのような。Oh. ああ、そういうことですか。何の話をしているのか知らんが、私とカエルを一緒にするな。So you don't understand。だが、お前は運がいい。実行していたなら、お前の命はなかった。君、言わせておけば。見返したければ。少しは役に立つことだな。貴様に言われるまでもない。Oh, I love the captain. Let's try to actually practice with the analog stick. I love the dialogue here. It's so in character, it's not even funny. Okay, it's extraordinarily hilarious. It's all or nothing! Ooh, nice! Oh, crap! Right! Jason said you could hit yourself with them, so... Oh! I can't do it again. Oh, just swipe him. Get selling him. Oh, that's lovely. Oh my gosh. How do I? Hang on, how do I do it? I'm trying it, but it's not doing it. I guess I can't do it with a clone. Because then Ginyu would be completely out of commission, and we'd argue to switch back. Yeah, it makes sense that he doesn't. ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。後悔しますよ。宇宙の地理。バイバイ、ベジータ。Alright, let's go take out 18. Although it still confuses me why she... Whatever, we'll get answers, hopefully. You know, like we did in the last arc, which we really didn't, but whatever. Darkness descends. Descends? Descends! Ooh. It's
さすが宇宙の帝王フリーザってところね。Okay, I'm starting to see how this thing intertwines. 誰だてめ。人造人間21号。に、21号だと。まさかこいつが。その様子だと私のことを知ってるのね。まだそこまで目立つことはしてないのに。誰から聞いたのかしら。素直に教えると思ったか。そう言うと思った。いいわ、自分で調べれば済むし。軍のトップがわざわざ出向くとは、私に降伏でもしに来ましたか。まさか。用があるのはあなたの中にいる人よ。ここまでフリーザの力を使いこなして、その上セルまで引き入れるなんて、あなたの本質は意外と大悪党なのかもしれないわね。だそうですよ。私の体の中にいるあなた、よかったですね。Oh, how could you know? あなたも随分と分かってきたようですね。いずれあなたを我が軍の一員として迎えることにしましょう。Ooh, yay! それにしても、Other. 私も知らない新しい人造人間が生まれているとは。まさかドクター・ゲロも蘇っているのか。いいえ、だって頼んでいないもの。あの人を蘇らせなくたって、研究所があれば目的は達成できるしね。つまり私たちを蘇らせたのはあなたということですね。何の目的で蘇らせたのか知りませんが、雑魚をリンクさせるとは悪趣味ですね。ああ、あなたのは計算外よ。本当は人工精神を使うつもりだったのに、おかげでいろいろ計画が狂っちゃったじゃない。ドクターゲロが考えそうなことだ。その目的は世界征服。How do you know what Dr. Gero sounded like? それ以上、宇宙征服と言ったところか。Yeah, because that's your thing, isn't it, Sel? くだらん。そうね、私もくだらないと思うわ。ドクターゲロなんて正直どうでもいいけど、宇宙征服ができると私も都合がいいの。そのためにはあなたたちみたいな強い戦士が必要だったのよ。クローンなんかにはない、オリジナルの強さを持ったあなたたちが。私たちを顎で使う気だったわけですか。あ、いろいろ話していたらなんだかお腹が空いてきちゃったわ。Wait, are we going to fight her? 何をふざけたこと。そういうわけだから、おいしくなぁ。I love how unfazed freezing Cell are. これは… Never mind. そんな、さっきまで人間だったんだぞ。Well, a donut specifically.There's Frieza's disturbed face. Baka na, futte yagaru. Cell's more disgusted. Frieza's like, what the fuck? Aitsu mo watashi to onaji seitai energy kyūshū type nano ka. Yappari Kuroo wa imaichi ne.100点満点中13点ってところ、成長促進剤のせいかしら。ちょっと薬品臭いのよね。早めに戦える状態にしたかったから多めに入れたんだけど。あなたたちはどんな味がするのかしら。 Not gonna happen this time. なるほど、私たちも食べるつもりですか。18
Okay, so this has got to be a new 18 because she doesn't recognize Cell. Oh, she's being manipulated again. Oh. Get ready. Go! There we go. Hang on. Can get me get out of here, I need to change it. Still trying for it. Oh, I bring him in and immediately he's getting his ass kicked. Oh, death hug. Not what I'm trying to do at all. There we go. The Solar Command Man. Did I hit him? Oh, it doesn't finish him though. That did! Aw, I don't get to keep golden for him in this. Oh well. I mean, maybe together they could have taken her on, but... Yes! Yes! Although I don't think she's metal at all. See? Oh, oh, this version we're all caught in the act compared to just one of us. Frieza, それにセルまで. この野郎、よくも俺の嫁さんを。
Who's that gonna work on this? Oh. I'm actually surprised Ginyu could power up that, beat that key. なるほど. 21号. それが狙いですか? どっちが生き残るか? 見物ね. Is she? She better be whispering. かと思えば孫悟空とクリリンじゃないか。おめえはセル、それにフリーザ、おまけにギニューまで。おい、俺のことを忘れてるぜ、カカロット。ああ、おめえはベジータと地球に来た。ナッチだったか。 I don't even know if that's the original anyways, but... あなたはこの人の知り合いですか? すみません。彼女は私を守るために。ふん。白々しい芝居をする女め。まあいいだろう。全員まとめて倒せばいいだけの話だ。 むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。罪もない人を襲って18号さんまで、お前たち絶対に許さないぞ。 You're not gonna win this time, Krillin. 被害者のふりをして私たちを戦わせるのが狙いのようですね。 しかし、これはいい機会です。あのサイヤ人には大きな借りがありますから。たとえこの状況があの女の思惑通りだとしても、叩きのめしてやらなくては気が済まないのですよ。そうです。私を怒らせてもいいことなど何もありませんからね。あなたは黙って。 Hey, hey, how much for this is you are, so let's just do it. More specifically, you get got a bone just to pick with Gohan. Son Oyako? So you are Yatsuno Musuko, Son Gohan Yabureta, so this. それも随分と子供の頃に、そんなあなたが孫悟空に勝てるとでも言うのですか。その孫悟空に二度も負けたのはどれだ。おやおや、聞き捨てなりませんね。先にあなたを始末してもいいのですよ。貴様が私に勝てるとでも。 面白い。受けて立とうか。あのよ、何でもいいから早くしてくんねえか。決めらんねえっちゅんなら、二人一遍でも俺は構わねえぞ。私たち二人を一度に相手するだと。孫悟空、相変わらず口の利き方を知らないようですね。やはり。 始末するのは奴が先です。なら、どちらが先に孫悟空を倒すか、勝負と行こうじゃないか。いいでしょう。
ですがその勝負勝つのは私です。 Joke's on them. I'm gonna make them do it both. The battle's about to start. Good luck. Again, you can get Krillin. Ready? Fight it out! Oh, shit! Ah! あなたには厳しい戦いになるでしょう。No, no, we're not losing Frieza. We lost Frieza. Frieza isn't only in Super Saiyan against Golden. Frieza's not gonna like me by the time this is ended. This is actually the first time I lost a fighter in story mode. Although Cell's happy. Oh, the barrier is boss. Ah! It's hard now. Okay, I'm actually getting my ass kicked by Krillin. There we go. Damn. Alright, just as I promised, we're gonna go back and try and get some more of these, special cutscenes. So, I'll see y'all in a bit. Why, 16-hole? Of course, I can't be able to fight you with you. That's right. But I'm just going to fulfill my role. そんな思い出してください16号さん。昔僕に言ってくれたじゃありませんか。自然や動物を守ってやってくれって。レッドリボン軍に至ってその願いは叶いませんよ。構わない。今の俺には守らなければならないものがある。やっぱり戦うしかないみたいだな。でも破壊なんかしなくても16号は止められるさ。俺たちは俺たちのできることをするんだ。わかりました、クリーンさん。僕も戦います。あの女は気に入りませんが、今だけは感謝してあげましょうか。Oh.あなたたち二人を始末する絶好の機会を与えてくれたのですからね。ふん、始末するだと？それはこっちのセリフだ。ようやく貴様をこの手で叩き潰せるんだからな。いいでしょう。どうしても死にたいというのなら。ちょっと待った。何ですか、いきなり。カカロット、貴様邪魔をするな。いつの間にベジータが先に戦うことになったんだ。 You took first last time, Goku! 知るか、そんなことを。くだらんちゃちゃを入れるな。この前フリーザが来た時も貴様が邪魔をしたことを忘れたのか。あん時は悪かったって。でもあんするしか。いいから黙って引っ込んでいろ。それで貸し借りなしにしてやる。そんなこと言うんならさっき助けたんでもうチャラじゃねえか。おめえが動けなくなってっと消え、フリーザの攻撃から守ってやったろ。ピコロ did that, you asshole.
黙れ。貴様少しは遠慮を覚えたらどうだ。この間といい今といい、俺に最後まで全力で戦わせろ。そんケチケチすんなって。ちょっとだけ先に戦わせてくれよ。わ、貴様のちょっとは当てにならん。いい加減に諦めろ。いい加減だ。この私を待たせて口喧嘩とは、いい度胸ですね。あなたたちのそういうところが忌々しくて仕方がないんですよ。そこまで戦いたいというの、二人まとめてかかってきなさい。私の手でひねり潰してやる。お前たちに敗れたあの日から、私はこの時を待ちわびていた。グラジバチ、セルーク、何度蘇ってもお前は僕が倒してみせる。ところで貴様、本当にあの孫悟空か。 The bang is down, that's it. え、何だって。そっか、ご飯が小さい頃にやられてっから、でかくなったこと知らねえんだな。I don't think that's what he meant. そういうことではない。あの頃の孫悟空にあったあのほとばしる力。 Oh, you like that.You'd like to think so, wouldn't you, Cell? 確かに、その顔に面影はあるが、とても同一人物とは思えん。それは…あちゃー、やっぱセルにはバレちまったか。ご飯のやつ、勉強ばっかでずっと修行サボってたかんな。なるほど、道理で力が衰えているわけだ。 I mean, it's a lot better than when he started at the beginning of Super. だから最近はちゃんと修行し直してるんだ。言い訳などいらない。これ以上私を失望させるのは、戦いを楽しんでから息の根を止めてやろうと思っていたのだ。 You know, fun!復讐の楽しみもなくなってしまう。どうしても力が出せないというなら、あの時のように貴様の怒りに火をつけてやるまでだ。おお、誰かと思えば昔ピーピー泣いてたカカロットのガキじゃねえ。 Surprise, he recognized him. ずいぶんでかくなったが、それだけで俺様に勝てると思う。 I mean, you've been kind of dead since forever, so... 別に成長しただけではないと思うんですけど、こう見えて一応修行は再開してるんですよ。俺が修行に付き合ってやっているとはいえ、ご飯、お前はまだ万全の状態じゃない。あんな奴のペースに乗せられる。おいおい、サイヤ人がナメック星人なんかに鍛えてもらってるのか。まったく、サイヤ人のくせにそんな弱っちい奴を師匠にするとは。おい、ナパ、出来損ないの親父の息子はやっぱり出来損ないってことだ。 Didn't his father break your back and then some? なんだって。僕のことは何を言われてもいい。でもピッコロさんや父さんを悪く言うのは許さないぞ。ならご飯、遠慮せず奴を叩きのめしてやれ。はい、ピッコロさん。Hey guys, if you enjoyed the video, leave a comment down below, like and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye!